彼は宗教の中に満足を見出そうとします。でも宗教の中には満足を見出すことはないのです。宗教はこの世の中で他の何よりも多くの人たちを運命づけてきたということをご存知でしょう。異教の宗教が過去と現在の人々に何をしてきたか見てください。イスラム教世界は混乱し惨めな状況です。我が国が神様を信じることと聖書に対する尊敬を捨て始めた時、リベラル主義が高壇に入り込み、そして我が国の堕落が始まったのです。あなたが宗教を持っておられるなら、キリストと引き換えにそれを捨てることをお勧めします。私は個人的にキリスト教を宗教と呼ぶことはできないと思っています。キリスト教はどんな儀式も伴っていません。キリスト教には従わなければならない形式というのは一度も与えられていないのです。なぜならキリスト教は人格だからです。クリスチャンになるということはあなたがキリストを信じることを意味します。宗教は一度も人間にとって大した助けになったことはないのです。伝道者の書5章1節、神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。ある種の教会に行くことは時間の無駄であるだけではありません。間違ったことです。リベラルな講談に賛成するのは間違っています。神様の御言葉を述べ伝えているファンダメンタルな牧師をサポートしないことは間違っています。ソロモンは宗教的になろうとしました。彼は宮に登っていきましたが、こう警告しています。できるだけ関わらないようにせよ、口を閉じておけ。行って座るがよい。でも後世だからどんなものにも自分を捧げてはならない。伝道者の書5章2節、神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。3節、仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚か者の声となる。ソロモンは警告します。どんな決断も感情に迫られてしてはならない。映画を見て泣いても構わない。でも、教会で泣かないように、誓約に署名しないように、アパートか家を借りるには契約書に署名をしても構わないが、神に自分を捧げると文章で誓約しないようにというのです。言い換えれば、それを宗教にしなさい。形式は通っても構わないが、現実を避けようと言っています。宗教を試み、試してみたのはソロモンだけではありません。今日私たちの教会には多くの不満を抱えた人々がいます。彼らは本当に教会に関わるということを決してしません。彼らはただちょっとした感じの良い儀式を通るだけです。それほど人間を無感覚にするものはありません。伝道者の書5章4節、神に誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かなものを喜ばないからだ。誓ったことは果たせ。神様に対する誓願を破ってはなりません。神様に何かを約束してそれを守ることをせずにいて、神様との生き生きとした関係を持ち続けられると思ってはなりません。敬虔な話も敬虔な約束も果たされることがないのでは全く何の意味もありません。もし神様に誓約をするのなら、自分の言ったことに責任を持たなければなりません。なぜなら神様はあなたにそれを守らされるからです。神様とやり取りするのは宗教的な儀式ではないのです。あなたはあなたに耳を傾け、あなたが約束を守ることを期待しておられるご人格を持っておられる方とやり取りをしているのです。伝道者の書5章5から6節、誓って果たさないよりは誓わない方が良い。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか。神様に誓約をした後で、あれは間違いでした。あんなことは言うべきではなかったのです。本気ではありませんでした。と言うべきではありません。私たちは生ける神様とやり取りをしているのです。そのことを知らない人たちが大勢いるように思います。その結果、彼らは神様に関することのずっと向こうの端っこのところに立っているのです。神様は現実であられます。私たちはどのように神様とやり取りをするか十分に注意する必要があります。伝道者の書5章7節、夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ただ神を恐れよ。あまりにも多くの人たちが、私は夢を見たとか、私はこういう経験をしたとか言います。そして彼らは夢や経験を信頼します。今日自分の経験を使って神様の御言葉を試そうとする人たちが大勢います。その逆でなければならないのです。すべての経験は神様の御言葉によってテストされなければなりません。私たちは霊が神様からのものであるかそうでないかを試しなさいと教えられています。第一ヨハネ4章1節、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。経験の脇道へと逸れていき、経験によって生きている人々が多すぎます。そのような生き方は全く宗教そのものであり、感情に訴え、美的な感覚に訴えることです。あなたのキリストにある信仰は経験に立っていますか？それとも神様の御言葉そのものに立っているでしょうか？あなたが持っているのは宗教ですか？それともキリストでしょうか？伝道者の書5章8節、ある州で貧しい者が虐げられ、権利と正義がかすめられるのを見ても、そのことに驚いてはならない。その上役には、それを見張るもう一人の上役がおり、彼らよりももっと高い者たちもいる。
私たちの国で貧困者救済プログラムの堕落についてよく耳にしてきました。今日あまりにも多くの人たちが貧しい人たちを犠牲にして自分は金持ちになろうとしています。そのようなことは神様が裁かれます。自分が関わっているプログラムの中に堕落があるのを見たら、そのプログラムから離れるべきだと思います。神様もそのプログラムの中に堕落を見られ、神様は裁きのうちにそれを取り扱われます。主イエスは千年王国と呼ぶ王国時代に統治するために来られます。その時彼らは主は貧しい者たちのために自分が何とかすると本当に本気で言っておられる支配者であるということに気づくでしょう。伝道者の書5章10節。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。ソロモンは他の誰よりも上手に富を探求し楽しむ地位にいました。おそらく彼はこの地上に存在した人々の中で歴史上最も裕福な人物だったと思われます。彼は欲しいものは何でも買うことができました。でも富は人生に満足をもたらすことはありません。聖書が非難しているのは金銭に対する愛なのです。金銭自体ではなく金銭を愛することが全ての悪の根なのです。第一テモテ6章10節。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。私は他の人たちが貧しく必要が満たされていないのに、一人の人あるいは一つの団体があまりにも多くのお金を集めているのは間違っていると思います。神様が非難されるのは金銭に対する愛と金銭への愛に起因する金銭の使い方です。貪欲は金銭に対する愛です。もし人が神様のご栄光のためにお金を儲けるならとても素晴らしいことでしょう。もし人が神様のご栄光のためにお金を得るために労働するなら素晴らしいことでしょう。もしお金が的確に使われるなら素晴らしいことでしょう。貪欲に対する唯一の治療は心の中にキリストを持つことなのです。伝道者の書5章11節、財産が増えると寄職者も増える。持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだ。大きくなることだけを目的として成長することは何の役にも立ちません。キリスト教団体や教会にとってさえもそれは真理です。大きな教会を手にすることができるようにという理由で大きくなるためだけに教会が成長するのは、この世でひどい頭痛の種以外の何物でもありません。その中には何も楽しいことはありません。喜びもありません。神様のご栄光のために成長することが私の人生のただ一つの目的であるべきことを主は教えてくださいました。私はこのゴールを私の前に置いています。バーノン・マギー、お前はこの一つのことだけをするんだ。神様の御言葉を述べ伝えよ、と。伝道者の書5章12節、働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る。富者は満腹しても安眠をとどめられる。労働者にはあまり多くの食べ物はないかもしれません。そのせいで彼は退職家になることはなく食べ過ぎをしていないのです。きっとずっとよく眠れると思います。金持ちはあり余るほど食べ物を持っています。事実彼はいつでもグルメな食事をして、それにはかなり飽きています。グルメな食事に食欲が湧かないのです。それに加えて彼は自分の財産のことを心配しなければならず、そのせいで夜も眠れません。富が多くなると心配も倍増します。おそらく主が私を金持ちにしてくださらなかった一つの理由はこれです。伝道者の書5章13節。私は火のもとに痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。富は実際とても多くの人々にとって助けとなるよりも彼らを傷つけます。時には貧しい人の方が金持ちよりも幸せです。でも使徒パウロは貧しさの中にいる道も豊かさの中にいる道も知っていると言いました。フィリピ人への手紙4章12節。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも貧しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。正直私も両方試してみたいです。伝道者の書5章14節、その富は不幸な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手元には何もない。彼は人は財産を集めて息子に残すこともできるが、その息子がそれを使い果たすと言っているのです。今日人間はそのことについてはかなり賢くなってきました。ある人はお金を直接自分の息子に残すことはしません。家族の財産を保存するためにお金は管財人に預け、誰か他の人が息子のために少しずつ手当を出すようにします。今日自分の生涯で1円も稼いだことのない著名人が大勢います。彼らが裕福なのは財産を受け継いだからなのです。彼らはお金を使うことの洞察力に欠けています。それでも彼らは影響力のある地位にいます。それが今日の数ある問題の一つなのです。私はいずれ我が国は分裂するのではないかと思います。人種間の問題ではなく、金持ちと貧しい人たちに分かれるのです。金持ちと貧しい人の間にはいつでも境界線がありました。多くの金持ちがこのことを感じていると思います。彼らはすでに自分のお金を持っています。誰もそれに手を触れることはできません。そこで彼らはあなたや私が払った税金によって賄われるリベラルなプログラムを喜んで持ってくるのです。それが本当の問題です。ソロモンはそのような状況のことを理解してそれについて話しました。ソロモンは富は人間を満足させることはないし、人生の問題の解決でもないということを学んだのです。